こんちです、えー、今回なんですけど、本当はですね、えー、スキルの一覧を見ているとですね、凍結罪悪っていうのを見つけたので、まあ、そのキャラクターですね、凍結といえば武器が来るんじゃないかっていうような話をしようと思っていたんですけど、あの、ブラウザ版ですね、の MR、 あの、キャラとしては出てなかったんですけど、横にスライドするとですね、MR アバターと MR キャラ、ま、マコ小太郎とカエサルの間だったかなと思うんですけど、その間スライドするとですね、なんと5器の MR アバターの性能出てしまってし,しまったので、まあ、ちょっと先行解説というところでやっていこうかなと思います。で、正直ですね、性能は微妙です。ただ見た目は最高なキャラクターかなと思います。まあ、基本的にはですね、 えー、ここで紹介する性能がほぼほぼ確定なのかなと思うので話していけたらと思います。えー、まず、奥義なんですけど、MR キャラクターで、まあ奥義ないっていうところで、まあここに関してもですね、正直見た目で撮る方以外はスルーでいいかなと思っているところです。まあ奥義に関しては後から追加される可能性はあるので、今はないというような形になります、えー。それではですね、スキルの説明をして最後にまともやっていこうかなと思います。 えまずスキル1の性能になります。えー、敵を8回攻撃し、毎回400%の放術ダメージを与え、さらに自身知力値の6倍のダメージ、防御虫が加算されます。で毎回攻撃前、敵が凍結状態の場合、必ず回心攻撃が発生。 で、同じ敵を再度攻撃する場合、敵の状態状態性を100%無視、えー、毎回攻撃後、えー、100%の確率で一旦の間敵を凍結罪悪状態にさせ、えー、罪悪になることでですね、回避値が30%減少というのがつきました。まあ、敵を凍らせるっていうところで、まあ、回避させなくさせるような、まあ、性能になったのかなというふうに思います。 で、まあ、状態状態性100%無視して凍結にすることができるっていうところは非常に強力なところかなと思います。えー、ダメージとしてはですね、えー、まあ、1回が400%と非常に低いので、400%の8回攻撃で3200%とですね、えー、知力値の6倍の8回攻撃で48倍からですね、えー、一応同じキャラに6回攻撃する、あ、8回ですね、攻撃するとですね、2回は、えー、通常攻撃、 で、まあ、凍結状態にさせてえ、その後はですね、残り6回、えー、クリティカルが出るという風に仮定すると、5360%と、16、え、値、ー、の80.4倍ですね、のダメージが出していけるのかなと思います。 で、強みとしては、まあ、攻撃がですね、当たればですね、まあ、同じ的に、まあ、8回攻撃したとしてもですね、1名に凍結罪悪を付与することができるのかなと思います。さすがにですね、状態要対性100%無視なので、まあ、ほとんどの確率でですね、1名には凍結罪悪付与できるかと思います。で、基本的にですね、引き付けがなければ、あの仮に敵6名いて6、6名に攻撃して6回攻撃ですよね。で、残り2回に関してはですね、えーまあ他の このキャラクターに攻撃していける可能性非常に高いのかなと思うので、まあ、2名は少なくともですね、凍結状態付与していきやすいんじゃないかなというふうに考えています。まあ、もちろん攻撃の偏りとかで、えー、どうしても1名にしか付与できないということもあるのかなと思うんですが、まあ、2名ぐらいには凍結を付与できるような性能になっているんじゃないかと思います。 で弱みとしましては火力ですね、ここに関してはまあ最大でも5360%程度っていうところで期待はできないっていうところとあのクリティカル補正ですね、あるんですけどまあクリティカル出たところでですねえ法術ダメージなんで一応、パッシブに回心40%ついてるんですけどまあ育成ができないっていうところでですねそこから火力を底上げしていくことができないっていうのが非常に弱みとなっているかなと思います。 で、ついてスキル2の性能になります。えー、敵6名に700%の放出ダメージを与える。で、毎回攻撃前、えー、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合ダメージが3倍になる。なんで、まあ21、2100%になりますね。で、全ての攻撃後、えー 自身が総ダメージ30%の HP を回復。で、このスキルを発動するたびに、砲術ダメージが200%増加です。2倍になってもいいぐらいなんですけど、200%っていうところで、まあ、6ターン目ですね。2回目のスキル2だと、まあ900、900%の砲術ダメージとなるというような感じです。で MP 消費が1000増加します。まあ、ここに関しては副賞なので、基本的には無視していいのかなと思います。 ダメージとしてはですね、700%の6名攻撃で4200%から、まあ、13倍になると12600%までダメージ出していけるのかなと思います。 で、続いてですね、え、2回目のスキルにですね、6ターン目になると、え、それぞれ200%増加して、5400%から16200%になるかなと思います。で、この先もですね、どんどん火力っていうのは伸ばしていくことができるんですけど、まあ、このキャラクターですね、防止っていうところもありますし、耐久性もそんなに高くないっていうところがありますので、基本的にはですね、生きて6%、あ、6ターン目までかなと思います。 強みとしては回復ができるっていうところ。弱みとしては、まあ、HP ですね。を高く保ちにくい。耐久性非常に低いキャラクターになっているのかなと思います。で、まあ、耐久性能が高くないんですけど、ちょっと生き残る、長く生き残ることが前提の性能っていうところで、ちょっと使いにくいかなと思います。で、続いてパッシブです。攻撃力54%。命中打がレベルかける380。 で、HP 上限48%、砲術改進40%。で、標、え、局、ー、ですかね、えー、状態に、まあ元々入ることができるんですけど、まあこちら戦闘終了まで入ることができるっていうところで基本的には解除されないものとなっております。 で、攻撃された時35%の確率でダメージを無し、一旦の間、相手を凍結状態にさせると。まあ、ここだけが耐久性を保っているところになるんですね。えー、ま、ただですね、こちらも35%でっていうところで、まあ、 今の弓装の回避ですね。まあ、残影状態でですね、えー、まあどれぐらい生き残るかっていうところとほとんど変わらないような性能なのかなと思うんですけど、というかむしろこっちの方が35%っていうところで、まあ、生き残りにくいのかなとは思うんですが、まあ、この35%をどれだけ引けるかで、このキャラクターの性能っていうのはまあ変わってくるのかなと思いますが、まあ、基本的にはですね、まあ、35%なのかなと思います。 ま、長く生き残るのは難しいと考えています。えー、で、自身の、えー、知力値がレベルかける360、体力値がレベルかける300。で、えー、神髄共鳴スキルが、知力値の2倍分の筋力ダメージカットと、気力値、えー、知力値の3倍分の攻撃力ダメージをカットとなっております。まあ、知力値でカットするっていうこと以外は、まあ、筋力と攻撃力っていうところでいいのかなとは思います。 で、武器が攻撃力18%、防御貫通800、放、え、術、ー、防御貫通900となっています。まあ強みは標局ですね。まあ、ここに全てがかかっているというような感じです。で、一応命中パッシュはあるのは結構いいのかなと思っていて、 まあスキルには、まあ、言っても効果力出していける性能になるので戦役とかで使っていきやすいかなって思うところと、まあ、一応ですねスキル1が、えー、凍結にするためには敵に攻撃を当てていく必要があるというところで、まあ、凍結罪悪をばらまきやすいという点では命中値パシブしかも1回の覚醒であるというところでですね、まあ、比較的ローコストに凍結キャラクターを獲得できるのかなというふうには考えております。 で、弱みとしては耐久性が、まあ、かえっていうところ、まあ、耐久性前提のスキルと噛み合ってないっていうところがあるのかなと思います。えー、それではですね、まとめになります。えー、まず、戦役ですね。まあ、こちらに関しては、スキル2をしっかり当てられれば使えるような性能かなと思います。あの、しっかりですね、3倍の火力で殴っていくことができれば、まあ、バフ持ってあげるとかなり軽く出していけるのかなと思います。 で、ボスに関してはですね、スキル2が火力の攻撃になるんですけど、スキル2がまあ範囲攻撃っていうところで、ボス単体にですね、ダメージを出していくことが難しいので、少し厳しいかなと思います。 で闘技場はですねもう割り切ってしまって一回だけ覚醒させて凍結罪悪をばらまく要因としてだけ考えるのであれば使いやすいキャラクターかなと思いますで城に関してはですねこのキャラスキル1で回復ないんで反射でやられるかなとも思うんですけどまあ、そもそも火力がそんなに高くないっていうところがあるのでまあ、反射には弱いんですけど足止めしながらですねスキル2で敵を倒していくっていうようなえ使い方はできるかなと思います え、強みとしては、ま、凍結をばらまける可能性があるっていうところが、ま、一番の強みになっているかなと思います。弱みとしては、基本的には、ま、耐久性能ですね。もう火力も微妙っていうところがあるので、使いにくいかなと思います。え、まとめとしては、奥義も今のところないっていうところがあるので、まあ、この見た目ですね。見た目はかなりいいかなと思うので、まあ、そこでですね、どれぐらい 取る方がいるかなというような印象です、えー、これで今回の動画は終わりにしようと思いますこれからも放置症状の動画を上げていくのでもしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします